ウンブリア州はイタリア共和国中部に位置する州。州都はペルージャ。イタリアの州で海にも国境にも接していない唯一の内陸の州である。イタリア半島中部に位置する。面積は8456平方キロメートルでイタリアの州の中では5番目に狭い。州都ペルージャはアンコーナから西南西へ約107キロメートル、フィレンツェから東南へ 1> 約1 1 8キロメートル首都ローマから北へ、約1 3 5キロメートルの距離にある。隣接する州は以下の通り、アペニン山脈中にある県である。南部はテベレ川の下半であり、北部ではトラジメエノコを挟み、トスカナ平野に接する。丘陵地が多く、古代より多くの都市が防衛のため丘陵場で営まれてきた。気候は地中海性気候であり、 ブドウやオリーブの栽培が盛んである。人口3万人以上のコムーネは以下の通り。人口は2011年1月1日現在。この他、アシジ、ナルニ、オルビエート、トーディなどの都市がある。ウンブリア州の名は古代紀元前6世紀頃この地方に住んだウンブリー族にちなむ。ウンブリー族はウンブリア語と呼ばれるラテン語に近い言語を話していた。 現代のウンブリア州は同じ名前を持つとはいえ、現在のマルケ州北部、ラベンナまでを呼んでいたが、テベレ川西岸を含まなかった古代のウンブリア州とは範囲を意味する。古代にはテベレ川西岸、例えばペルージャはエトルリア州に属していた。そしてノルチアの周辺はサビニ族の領土であった。中世から近世にかけてはローマ教皇領に属し、商業で栄えた。 中世末期アッシジに出たフランチェスコの築いたタクハ発修道会フランシスコ会はカトリック世界最大の修道会の一つとなりアッシジは現在もイタリア国内ではローマに次ぐ重要な巡礼地の一つであるルネサンス期にはペルージャにペルージャ派と呼ばれる画家の一軍が出た1860年イタリア王国に併合されたウンブリア州と各県ウンブリア州は 以下の日券からなる。州に含まれるコムーネの数は92で、これはバレガオスタ州に次いで少ない。左端の数字は ISTAT コード、アルファベット2文字は県名略記号を示す。人口は2011年1月1日現在、面積の単位は平方キロメートル。2006年の国立統計研究所の統計によれば、 6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がウンブリア州の数値である。州には世界遺産として以下がある。マルモレの滝テルニ郊外にある、マルモレの滝は古代ローマ時代に作られた高さ165メートル3段の人口滝である。 ベリの川から運河を引き断崖からテルに川に水を落とすもので継承地である。州内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。コブリーグのセリエ D ではラツヨ州、トスカーナ州のクラブと共にジローネイーに属する。ウンブリア州の地方リーグとしてエッチェレンツァウンブリアがある。ありがとうございます。